沖縄の離島、伊部島を紹介。もともと300人が住んでいた島、今は島一帯が亜熱帯植物園。島までの移動は水牛車。伊部島は西表島と浅瀬を挟んだ隣の島。水牛車に乗ってのんびりショートトリップ。南国に住む存在感のある大きな蝶がたくさんいます。日本最大の珍しいオオゴマダラの蝶々も探してみてください。昭和44年の壊滅的な台風が訪れるまでは小中学校もありました。悲しい歴史を語り継いでいる場所です。マンタとの遭遇率が高い海として人気のダイビングスポット。歩き疲れたら八重山諸島の食材を使った手作りジェラートで休憩するのもよし。亜熱帯植物園というからには欠かせないマングローブ。南国の植物を間近で見られる貴重スポットです。どこを歩いてもフォトジェニック。伊部島最高。チャンネル登録もよろしくね。は